今まで面倒だった別々の鍵をホンダは一つの鍵にした。これはループというホンダが考えた新しい鍵。これがあればみんながつながる、そんな鍵を考えた。そして U3X をループで呼ぶ、そんなこともできる。さらに街の中では、横断歩道を渡るとき、渡りたいな、あ、ループで送っちゃおう、あ、いいよ。人と車の新しいコミュニケーションで世界はこんなに楽しくなる。ホンダエレクトリックモビリティループハロー。人と乗り物がつながる、乗り物と人の心がつながるアイデア、ハロー。人に優しいだけじゃなく、地球に優しいアイデア、ハロー。コミュニケーションとエネルギー、ホンダは明日の輪を考えています。ないものを作れ。ホンダはアイデアをどんどん形にしています。
ましたでしょうか。以上で米村伝次郎先生のスペシャルステージとコンセプトステージは終了とさせていただきます。お帰りの際にはお忘れ物のないよう、先生と近くにいますスタッフの指示に従って端のお友達から順番にお帰りいただきますようお願い申し上げます。